皆さんこんにちは、こんばんは。キズナあかりです。今日もバトルフィールド5のコンクエストで遊んでいきますね。もう字幕が出なくても気にしません。何でこうなるのかもわからないので仕方ないです。開き直っていきますね。本当に皆さんには迷惑をおかけしますがご理解ください。もし皆さんでこうやれば治りますよーって対処法を知っている方がいたらこっそりと教えてもらえるとありがたいですね。そしてもう夏休みも終わろうかという時期になりましたが、皆さん宿題はちゃんとやりましたか？忘れ物がないように新学期の準備をしてくださいね。ではそろそろバトルフィールド5の方に戻っていきますか。今回のマップはアルサンダンとなっています。今日に関してはチャーリーが熱い戦いになってますね。で、いつもチャーリーかもしれませんが使っている兵器は愛用の衛星兵さんになります。武器は SMG の MP34 ですね。こちらの武器を使ってやっていきますぞ。そして一緒に遊んでくれているのはフレンドさんの分隊長であるよっちゃんになります。今回もよろしくお願いしますね。よろしく頼むぞ。というわけで早速お芋さんを狩りにやってきました。ずっとペチペチうるさいんですよ本当に。あ、ユタイさん、こんにちは。ビーコンを置いてありますね。これで一安心です。お、飛行機近いぞ。ヨッちゃんから湧いて再出撃なう。そのままチャーリーの応援に下っていきます。足首をひねらないように注意が必要です。個体満足で無事たどり着きました。旗色が悪いですね。やれるのか。意外と隠れられたこの場所、建物から出てきたような運の好きですぞ。よっしゃって、もう一人と数類、まさか倒せるとは。今日の運気は上昇中ですが、そしてあっけなく倒され再びよっちゃんが起き上がります。よっちゃんがちょうどいいビーコンになってくれてます。ありがたや、ありがたや。そして私の中にヤツが湧いてると直感的に感じましたぞ。では再びお芋さん狩りミッションのスタートです。やっぱり同じ場所にいましたの。降りない人ですね。それ以上に美味しい思いをしてるのかな。で、下の方にも入り込んでますね。体力1残りで狙撃されるのはめちゃ悔しいですぞ。そして転がり続ける私の亡骸、出た瞬間に目の前を横切る私の獲物。ごちそうさまでした。これはまたあちらの方に敵さんが溜まってるのかな。ちょっと気になるので行ってみましょうか。うおー、何の爆発ですか。あ、まだ下のところにいるんですね。同じ人かは分かりませんが今度は倒せましたぞ。あ、味方さん、ナイス狙撃です。もういなくなったかな。あ、いたいた。なんかヒケル様が可愛いじゃないか。気になってたんですけど、犬が見てみたいな人が倒れてましたね。皆さん気がつきました？見逃しちゃった人は少し戻ってみてください。もしかしたらショート動画にするかもしれませんけど。ありゃ、まだ困ってる人がいましたか。うまく岩を使ってましたが特攻野郎の前では無力ですね。年金の私はデスをほぼ恐れないのですよ。たまにお顔真っ赤になる時もありますけど、さすがにもういなそうですね。ヨッちゃんも下で探してくれてますし、向こうに何かいるのかな。そんなところにガリオペが来てたのかよ。聞いてないよーと言ったところで試合は終了となりました。無事に勝利ですね。最後までのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録していってくださいね。